編です。韓国旅行2日目楽しみます。前半を見てない人のために説明すると、私たちが泊まっているのはラベラカオラックホテル。ホテルの様子はぜひ前半のビデオを見てくださいね。ここは大きい、プリプリしてる。うまい。ほら、ここからプリンと取れます。おいしい。今日も一日ですね、いろんなアクティビティを予定しております。どうにも会えるよ。おわ、最高。なんかすごい高額な道を越えていくビーチとはどんなところなの。気になる。楽しみ。楽しみ。秘境へ。やばいね。てか広いビーチ。ね。どこまでも続くね。めっちゃロングビーチやん。いや、ビーチ綺麗やね、やっぱ。めっちゃ綺麗。やばーい。あれ、なんかね、ここがもうちょっと遠浅で、水面の上に立つと下が鏡みたいになって、私たちがこう映る写真が撮れるわけよ。けどなんかちょっと違うね。もうちょっと引かないといけないのかな。これをこうしたらいいんだ。あ、めっちゃいい。これめっちゃいい。かぶりついて。うわ。うん。うまっ。はい、こちらで何ができるでしょうか。3、2、1。風に乗ってバンブーラッフィングをします。おお、すごい。あれは船ですか。船なんかな。ここでのミッションは見たこともない生物を見つけよう。生物。なんか俺。周りとかちょっと。怖い怖い怖い。よし、行きまーす。カメラ準備 OK。見てすごーい。竹のイカダでーす。オッケー。おいしょ。うわ、めっちゃ沈む。めっちゃ沈む。めっちゃ沈んでるよ。大丈夫。ああ、行ってきまーす。すごいね、すごいね。あ水きれい。ねえ、めっちゃきれいよね。タイでこんなきれいな川初めて見た。確かに。てか涼しいね、山に来たとき。ねえ。暑かったのに。風が気持ちいいわ。あ、なっちゃんやばい、なっちゃん。なになに、すごい。うん、うわ、これでシュッてなる。やばいやばいやばい。あ、冷た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 い。超楽しい。やばいね。うん、船さ、うん、浮いてるっていうかさ、もうなんか水面やね。水面やね。あのね、やっぱりほら、下水着着てきたけど、私も濡れる、オッケーで来た方がいいと思う。すごいね。なんか岩で道作ってあるけど。たっちゃん、生物を探そう。探検隊だから。でも全然イメージしてたワニがいそうな。あの、わかる？そこが見えない。いやー、冷たい。おおおおおお。
真撮ろう。なんかあのゆっくりのんびりでもないしさ、ね、ちょっと激しいし、うわすごい、こっちの景色も大きな岩が、ね、うわ川がいるみたい、すごい。背番号2番の選手いいよ、躍動してる、躍動してます、イエーイ。うわ冷たい、ねえめっちゃ綺麗よね。何かいないかな。なんか来るって、なんかみんなギャーギャー言ってる。え？スネーク。スネーク。来ないか。に。いるんだって。お。どれ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 。見えない。あ、そうなんや。焦げてないですよ。全然焦げてないです。あの後ろであの2番の選手の方が、あの、え？寝てんの？え？どこどこどこ？怖いです。え？本当ね、綺麗ね。このダンサーいけるのか、頑張れ、こけるなよ、体感体感、いいね、いいね、2人同じ動きできてるよ、同じ動きしてる、いいね、同じ。感想はめっちゃ楽しい、やばいぞマジでやばい、何回でもやりたい。いや、バンブーラッピング覚えとこう、だって、ね、面白いね、これマジで楽しい、楽しいわ、うん、目に、あー、Thank you、 優しい、ダイニー、スポくんか、 See you。 めっちゃお尻濡れたタオルあるのいいね、めっちゃ助かった、優しい。マーライちゃん、マーライちゃんのお世話をします。歩くの早いね、うん、細かく毛が生えてるの、うん、父さんの皮膚ってすごいね、すごいね、足も見て、いいね、こんな近くで歩けることあんまりないから、確かに結構こうあのマジマジ見ちゃうね、40歳で35キロ。よくわからん数字や、なんかもらえるみたいな、ここでシャワーします、お、ここでシャワーする、なんか今すごいタイ語を聞き取れた気分になったけど、横ですごい聞こえたんだった、今わかる、すごい勘違いしたわ、翻訳こんにゃくみたいな、翻訳こんにゃくみたいなことができたと思った。
い怖い。ได้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 ครับลงน้ำได้เลยครับผมนี่เรียบร้อยนั่นเอาไว้ตักこれちゃんのね体洗ってあげるんだって。これね。待ってこれさ。やば。穏やかなゾウさんだね。楽しい。ねえ、ココナッツの器じゃないそれは。かわいい。意外と柔らかくもあり、硬くもあり、ちっちゃい毛がね、プニプニ生えてるんだよ、ね、毛がね、うん、不思議だ。お、くるくるこれはくるくる柔らかいんだよって耳は、めっちゃ息してる、鼻出してる、鼻から息をするんだね。うん、ちゃんと寝っ転がってずっとしてる。何っぽいってさ、なんか言ってる表現。何っぽい。ほら、ちょっとリポートして。あのね、ゾウさんはなんやろね、そう、うん、シャーベットみたいな。ソファー、固めのソファーみたいな、うん、固めのソファーみたいな、ね、うん、すごいね、あったかい。そしてあったかい、確かにあったかいよね。おはよう。すごい、ひっくり返ったのかな。どうしたの？流れてるけど。なんでどうしたの？うちでた。うちが出ちゃった？うちでた。え、あ、もしかしてこれ？え？ビッグ。オーマイガー。ビッグうちが出ました。健康な証拠だね。なるほどね。かわいい。かわいい。こんにちは。お、餌だ。バナナ。お口に。うわ。ドゥルンと、わあ、上手。バナナをあげます。お鼻に乗っけて。初めてのカオラック旅行どうでしたか？ホテルの中がすごい充実してて、しかもツアーもホテルから全部予約したり行ったりできるからめっちゃ便利だったね。いや、初心者にはありがたかったし、めっちゃ充実したね。てかさ、私たち食べ過ぎじゃない？いや、本当にご飯全部美味しかった。久々のタイ旅行大満喫でした。ということで今日の動画はここまでです。それでは皆さん、また来週。また来週。